トワイライトシンガーズはアメリカのロックバンドアフガンウィックス活動休止中にフロントマンのグレッグ・デュリによって活動開始アフガンウィックスが所属レーベルであるエレクトラレコードとの契約問題で対立していた1997年にデュリは友人のミュージシャンと共にデモ音源を制作エレクトラとの契約を終了し1998年に コロンビアレコードと契約したアフガンウィックスは同年にアルバム1965をリリースするが2000年に活動を休止する。デュリは同年にトワイライトシンガーズを発足させ9月にデビューアルバムトワイライトアズプレイドバイザートワイライトシンガーズをリリースする。2002年1月に友人の映画監督であるテッドデミが休止しデュリは一時期音楽活動から身を引き 翌年10月にデミに捧げたセカンドアルバムブラックベリーベルをリリース。2004年8月発表のサードアルバムシーラブズユーはカバーアルバムでフリートウッドマックやビョークをはじめとするアーティストの楽曲をカバーした。2005年ネデュリのソロアルバムを挟み、2006年5月に4枚目のアルバムパウダーバーンズをリリース。アメリカの他にヨーロッパ、イスラエル、 オーストラリア、ニュージーランドをツアーで回った。2011年2月に4年9ヶ月ぶりとなる5枚目のアルバムダイナマイトステップスをリリースした。ありがとうございます。